体緊張があってうまくいってない状態で、そのピリカの状態ってちょっとかわいそうだなって、思う方いらっしゃるかもしれませんけども、今後の繁殖のためにですね、もう少し様子を見たいなというふうに私たち考えていますので、ご理解をお願いいたします。そしてあと2頭はですね、反対側の、カプセルのある方の後ろにいまして、メスのズーとタクシーという名前になっています。足の裏に生えているヘビ注目してほしいですね。